早稲田大学に新時代がやってくる。早稲田社会科学部入試改革で共通テストが一次試験として必須になります。総合問題と言われてます。これは僕の予想の話なんですけど、狙った方がいいです。さあ、大丈夫になりました。ムチちゃんです。さあ、今回は。平田ペア。どうも、早稲田法学塾代表の平田です。よろしくお願いしまーす。はい、待てちゃんはい。もうね、今日は、すごい話です。おい。早稲田大学に、新時代がやってくる。新時代の。はい。これまでの、早稲田受験の常識が、結構通用しなくなってくる可能性がいろいろと出てきます。そういった話をしていきたいと思います。うん、まず今回ね、一個一例に挙げるんですけども、まさにこの撮影している日、もう出来たてほやほやの情報です。早稲田社会科学部、2025年から入試改革で、今までの3科目型の受験だったスタイルが、なしになります。なし、新スタイルになります。どういうことですかそれ。はい、簡単に言うと早稲田整形みたいな感じになります。おお、なるほど、うん、でそれをちょっと今日はね説明していきたいと思います。多分結構ね、2025年からなんで24年入試ではないんですけれども、うん、やっぱり将来的にこの動画がすごくね役に立つと思ったので、はい、今出来たてほやほやの情報を分かりやすくやっていきたいと思います。なるほど。はい、まずですね、今までの3科目型だった受験では A 国選択科目ですよね、うん、だからまあ英語が50点、国語が40点で、選択科目40点の計130点満点、130点満点を1万人弱ですね、8000人9000人とかで争うっていうのが、まあ、早稲田社学の入試だったんですけれども、このスタイルがですね、まず共通テストが一次試験として必須になります。おー、うん、はいはい、確かに整形みたいですね。そうです。で、共通テストは外国語、まあ英語ですよね、大体ね、まあ英語、国語、選択科目噛んだよはい、の500点満点、500点満点を1科目あたり40点に圧縮します、うんうん、40点 ×3 で120点満点に圧縮した配点になります、うん、500点満点を120点に換算するって感じですね。で次に、まあ、二次試験として学部独自試験が課されますと、まあ、これ2月後半の方ですね、2月21とか2とかあのあたりですね。でここで課されるのが英語60点、従来が英語50点だったからちょっと10点分上がるんですよね、はい、そして総合問題と言われるやつです。出た、総合問題。総合問題ですね。で、もしくは総合問題、オア数学。うん、オア数学なんだ。オア数学なんですよ。で、これが、まあ、英語60、総合問題、オア数学が60で、合計120点ですね。だから、まあ、一次試験共通テストで120点。で、二次試験学部独自試験で120点の、計240点満点での競争がなされることになってきますよっていうのが、変化のスタイルになってきます。なるほど。うん、で、まあ、こっから予想されることとしては、まず一つには、競争しやすくなるかもねっていうのは一つあります。はい。これはポジティブなニュースで、そもそもね、今までがやっぱ頭おかしかったですよ。だって、130点満点の中で約、まあ、1万人弱が争うっていう風になってくると、はいはいはい、これどんなバカなやつでもやっぱりまあ50点弱ぐらい取るし、社学の場合どんな頭がいいやつでもせいぜい110点ぐらいまでが関の山なんですよ、はい、事実上60点70点ぐらいの間で8000人9000人がひしめくってなったらもうねこれはクレイジーなんだけど、ちょっとこれが緩和されますね。やっぱり今までと比べて100点以上配点がつくんで、まあ、ちょっとは差が開きやすくなるのかなっていうことですね、うんうん、入試形態が変わって人がドンって増えることはちょっと考えにくいので、競争は少ししやすくなるかなという印象ですよね。で第2に英語の重要度がぐっと上がりますよね。そうですね、うん、240点満点の中で100点分が英語になるんですよ。共通テストそして学部独自試験ということですよね、うん、だからやっぱり英語芸要素がやっぱりすごく強くなるなという印象ですよね。すごいですね。でね、総合問題なんですけど、まあ森哲ちゃんちょっとそこにねレジュメがあるからちょっと見てみてほしいんですけど、はい、このレジュメ見てくれたらわかるんですが、総合問題もうね早稲田整形の総合問題にそっくりなんですよ。あ、似てる。なんか通常の現代文とは全然こう違う感じで、図とかを見たりとかもしながら、でちょっとしたなんかこう数字の図表とかがあったりとかねして、まさになんか早稲田整形っぽいなと。まあ僕ゆうてらの方で1回だけ早稲田整形ちょっと扱ってるんですけど、でまあそこでね、そこまで難易度大変じゃないよっていうことはね示してるんですけど、まあ実際今現在この総合問題っていうものに対して東大京大の滑り止め軍団は攻めあぐねてるんで、結構ちゃんと勉強するとこの総合問題って本当に差つけられるから、早い話早稲業って、もう早稲業になっちゃう、早稲業って早稲業一強時代になっちゃうかもね。
これだってうちぐらいじゃないとちゃんと対策できなくないと思っちゃうんですよね、うん、白人と黒人とかすごいな。そうそう、そんな内容なんだ。でそれでいて最後はやっぱりこうね200字以内で論じよってことがあるんですよね、図を見てわかることっていうことでね。だからまあ論述力なんかも試されてくるよねっていうところで、結構こういうのもやっぱり早稲田政経の総合問題とそっくりですよね。ってことは今ある記述がないというので有名だと、社学が、うんうん、思いっきり記述に振ってきます。なるほど、うん、いい。そしてさらにこれ総合問題なんですけど、総合問題ではまあ大体30字ぐらいの記述が一つ、そして200字以内の論述が一つみたいな感じなんですよね。英語が今までの50点満点から60点満点に増えるんですけど、まあこれは僕の予想の話なんですけど、多分早稲田政経のあの総合問題とかをちょっと参考にしている様子が見受けられるんで、総合問題にはそう考えると英語も多少なりとももし影響を受けるんであれば、自由英作文あたりがこの10点分の配分に来る可能性はあり得るかな。怖っ。ただね、これはね、可能性としては本当に五分五分以下。なんでかっていうと、自由英作文見るにはちょっと人数が多すぎるんですよ、社学って。なるほど。だけど、こういう論述をやってくるじゃない。だから可能性としてはもうなんか8つだってね、結構気まぐれなとこもあって、やってみたけど、例えばほらかつての文学部文化構想学部の要約英作文みたいに40ワーズぐらいあったのをやっぱり採点厳しかったんでしょうね。8ワーズ以内にしてみたりとかさ、ね、10ワーズかねとかにしてみたりとか、なんかそういうことするから、社学もどっかでこれやっぱやめたってなるような気は俺ちょっとしなくもないんだけど、ただ割とこう今気合が入ってるんでしょうね。なんかいい学校にしようって、自由英作文とかが来る可能性はあるかなっていう感じですね。いい学校、いい学部、うん、いい学部にしようと思ってね。まあ、だから結構他の予備校はかなり対策難しいかも。僕はあの総合問題すごい好きだから、だから政経とか受けるやつらにはなんか個別で総合問題の対策とか指示とか指導してたりしてたから。だけど社学もこうなってくるし、あと別の動画でも話すんですけど、早稲田政経はかなり今狙いどころではあるから、まあ、総合問題力入れていこうかなと思ってるし、ユーテラでもちょっと扱ってみようかなと思いますね、一部ね。そして総合問題オア数学ということなんですけど、はい、この数学がまたちょっと一癖あるんですよ。そうなんですね。普通であればさ、文系数学理系数学っていう枠組みになるじゃないですか、小学部とかもそうだし、はい、なんだけどなんとね、数 1A 数 2B そして数 C かっこベクトルのみって書いてるんですよ。どういうことって思っちゃうんだけど、はっきり言ってまあちょっと意味が不明ですよね。ぶっちゃけた話、要は理系数学ってことですよね、本当に。あ、ベクトルのみ、そうか、かつての B に入ってるから、うん、まあただどうなんでしょうねって思って、まあちょっとうちの数学の先生聞いてみたんだけど、入試のスタイルっていうことに関してはちょっとかなり特殊ではあるんだけど、でも数学っていう科目で考えた時にベクトルを取り入れるのはやっぱり結構理にかなってるらしくて、なんかベクトルの中にはやっぱりこう図形っていうものの概念に関連してくる事柄全てが入ってるし、またそれでいてこう関数なんかも絡んできたりして、この一問で生徒の実力を見るっていうことにおいてはベクトルってすごく優れた素材らしいんですよね。そうなんですね。だから結構数式でしかもまあベクトルだけっていうのは理にかなってるっちゃかなってるみたいなんですよね、数学っていう話で言うとね。だからまあただこれがねどういう風になっていくのかちょっと謎ですよね、難易度ね。結構意外とそれこそさ、数学のプラチカって問題集あるじゃないですか、はいですね、あれなんかは割と有名で、理系の数 1A2B と文系の数 1A2B があって、文系の数 1A2B の方が難易度高いよねっていうのは結構言われることなんですけど、スタープラチカ、うん、そう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 。で、ね、まあ時止まってるぞ。どのくらいの難易度で来るのかっていうところがね、まあただ数式ベクトルのみだから、まあ、分野分かれるんで、多分ですけどこれはまあ文系数学っていう感覚でまあ数 1A2B は捉えてていいと思います。だから文系数学の勉強していていいと思います。ただベクトルの勉強だけは入ってくるよねっていう、かつて数 B だったってこともあるんでね、文系数学イメージなのかなっていうのは匂うんですけど、ちょっとここが結構中途半端には感じられるかなっていう数学の配置ではあるかな、うん、また続報も政経の時みたいに出るんですかね。うん、出てくると思います、またまたね。次に募集が変化します。募集が従来は3科目型受験で450名募集でした。ちょっと小学部っぽくなります。総合問題型で受けるんであれば270名、数学型で受けるんであれば100名募集ということになります。おー、なるほど、うん、っていうことなんですが、まあちょっと全体でのトータルの数字が370ってことで減っちゃうじゃんと思うかもしれないんですけど、ただこれ心配しなくていいです。結論から言います。募集の数が減るっていうことと実際の取られる合格者数の数って全然違うんで、でそれこそこれまでモリテツチャンネルや僕の早稲田合格塾の YouTube
YouTube でもひたすら言ってきましたけど、例えば整形学部なんかが新スタイルになった時なんかも募集減らされてたけど合格者数増えてたりとか、で去年のね森鉄イングリッシュチャンネルの方でも僕話してるけど、ブンブンこう募集減ってるけど合格者数増えてるんでっていう風になるんで、募集が減るってことと合格者数は全然関係なくって、合格者数が減るっていうことが皆さんの心配だと思うんだけど、それはないのであんまりここは心配しなくてもいいです。結構心配になるとは思うんだけど大丈夫です。はい、ちょっとまだ終わらない、まだ終わらない、はい、すげえ終わらせようとするから、はい、次に25年の社学数学選択の方、社学大穴になる可能性が高いです。というのも数 C まで入ってくるんですよね、はい、ってなってくるとイメージができないんですよ。要は数 1A2B だけだったら勉強してるけど、数 C ベクトルだけ勉強しているよっていう層が、わざわざ社学のためにベクトルだけ勉強しに来る層っていうのがちょっとイメージしづらいんですよね、受験生のマインド考えた時に。だから逆張りでいつの年も1年目って結構穴場になりやすいんですよ、早稲田って。だから数学型で攻める人はこれ1年目社学かなり高い確率で大穴になる可能性、非常にこう合格の可能性が高いから狙った方がいいです。誰が受けんのって言ってもイメージ湧かないし、それでいて1年目だしっていうところもあって、結構いろいろとね大穴の理由っていうものが筋が通るんで、ぜひちょっとこれね狙ってほしいですねって思いました。そして最後に今後の早稲田の話なんですけど、早稲田は多分向こう 4,5 年ぐらいかけて受け方が二分化していく可能性が高いんじゃないかと僕は見てます。どういうことかっていうと、例えばなんですけど、まあ、まず要素一つとして早稲田っていう大学そのものがやっぱり受験者数がまあ目減りしてきてるんですよね、はい、うん、もうトータルでもう10万は超えないでしょうみたいなところですね。でちょっと待って、やる気あるんじゃん、はい、頼むよ。12本目だから、ああ分かった、今日動画これ生配信も終わってるしさ、疲れがとってもない、頼むよ。もうおなんかすげえ雰囲気悪くなるから、ね、いやおーみたいな、でも9時間経ってるから、頼むよ、頼むよ、これまで頑張ってよ、もう終わりまで、はいはい、数学を持つ人がじゃあどう受けるかっていうと、数学やってんだからじゃあ整形受けようかなって、小学部も受けられるかで、あ社学かってなってくると、整形小社学マン社学マン、はい、整形小社学まで受けるともう良くないってやっぱなってくるというかね。だからこう数学持ってくるやつらがこの整形小社学の方で受験スタイルを組み、そして文系参加の人は他の学部で組むみたいな構図が結構イメージできるんですよね。なんでかっていうと大学受験生の数自体がいきなり早稲田ドンって増えることないんで、ってなってくると数学受験のやつらがこっちに寄ってるんだったら、まあ他の方がさ、要は負担軽くなるじゃないですかね。数学受験するやつらって頭いいですから基本的に、うん、そいつらがこう整形小社学ラインに行って社会科とかを取ってるやつらがそれ以外の学部とかをメインに受け始めるっていうような、こういう割と、まあ、はっきり綺麗にとまではならないけど、ある程度綺麗に二分化していく未来っていうのがちょっと見えるんですよね、受験生のマインドとして。確かにね、こう小学部とかさ、社学総合問題型っていうのもちゃんと用意されてるし、小学部なんかはまだね従来通りではあるんで受けに来る人ってまあまあいるとは思うんだけど、ただ結構マインド分かれてくるんじゃないかなっていうのもちょっと予測ができるかなと。未来が見えるエピタフですね、うん、なるほどということでした。いやこれは朗報になった人もいると思いますので、一昔前の早稲田って整形小社学って受験の仕方があったんだけど、うん、なんかまた戻ってきそうな感じですね。あーなるほどね、確かに、うん、ぜひどう思われるか皆さんコメント欄でお聞かせくださいということで、今回は新しい早稲田社学について聞きました。はい、ありがとうございました。 Thank you for watching.